迷惑系中国人習近平プーさんで動画削除いわゆる迷惑系ユーチューバーのような中国人の被害を受けていた日本の中華料理店が対策として、ならず者国家の中国の習近平をプーさんに例えたり香港独立などの張り紙を貼ったところ中国側にて政治的だとして通報され迷惑系中国人の動画が削除され迷惑系中国人が 配送するなどの効果があったことが明らかになりました。こちら、迷惑系中国人には不法侵入や業務妨害といった犯罪行為が成立する恐れがございますので、警察にも通報するべきだと思われますが、このような存在の被害を被っている皆様、対策を参考にされてみてはいかがでしょうか。以上になります。 ご清聴いただき、ありがとうございました。